はい。皆さん、こんばんは。韓国男子 TV です。<laughs> 日本の海洋放出に対し、デモまでやって反対していた韓国ですが、実際にデータを見たらですね、今年韓国の日本水産物の輸入総額が歴代最高だそうです。私は最初この記事を読んで、え日本の水産物はダメだ。 必ず日本の海洋放出を阻止しようぜ。このように毎週反対している韓国で日本水産物の輸入が最高だとこの矛盾は一体何なんだこう思ったんですけれども、この記事を読んでみたら、ああ、なるほど、と、そう思いました。はい。ではどんな内容なのか、今から記事を読んでみます。 今日の動画が気になる方は高評価とチャンネル登録をそしてアラーム設定までよろしくお願いいたします。日本の汚染水海洋放出を阻止するため我が国民たちや日本大使館の前でデモまで行っている。しかし、その反面今年日本の水産物の輸入額は約224億円で 福島原発事故以来、12年ぶりに歴代最高値を突破した。 調査結果を見ると、今年韓国は日本から水産物を輸入している国家の中で、6番目にたくさんの水産物を輸入する国家になった。韓国はなぜ日本の水産物に対しあれほど不安に思っているのに、それでも日本の水産物を輸入するしかないその理由は何なのか まず、日本から主に輸入する水産物は活業で、日本の活業管理及び運送システムは、全世界で一番優秀な実力を持っている。しかし、韓国はまだその水準までは難しいのが現実。また、地理的にも九州を含めた日本の南部地方は、東京よりも韓国と近い。なので、新鮮な状態の活業を販売していることが可能なので、 販売者も消費者も満足している。つまり、近い距離と、活業の管理及び運送に関する技術の問題で、韓国はこれからも日本から活業を輸入するしかない状況だ。二番目の理由としては、韓国の若い世代の日本文化憧れ現象。 若い世代は価格が高い和食屋のおまかせを楽しむことにも迷わない。和食屋の食器さえ日本から直接持ってきた食器を好み、日本から輸入した酒はもちろん、 40代以上の中年とは違って、日本産食材量に対しても抵抗がほぼないことが事実だ。このような若い世代たちは日韓両国の歴史問題や政治的な問題よりも、今の日本が好きだという反応なので、日本産水産物の消費はこれからも増加することと見られる。最後の理由としては、 日本産水産物を韓国産としてごまかして売っている業者たちが原因だ。原発事故以来、販売先を失ってしまった日本水産物は価格が下がって、それを輸入し不当な利益を得てきた国内の業者たち。

このような3つの理由で現在韓国は日本の重要な水産物輸入国になってしまった。うーん なるほど。ですから、韓国と距離も近いし、日本の優秀な活業システムのおかげで、もっと新鮮な魚の取引が可能ということ。そして、日本文化や職員が韓国の若い世代の中で人気ということ。最後に、原発事故以来、価格が下がってしまった。日本の水産物を買い占め、韓国産として現地をごまかして販売している。商人たちの増加により、現在、韓国は日本水。 水産物をを6番目ににたたくさん輸入をしていいる国家になったととうことですね。まあ、何の問題もない日本の水産物を一部の韓国の商人たちのお金儲けに悪用されていることが私としては気分が悪いですね。では、果たしてこの問題に対し韓国人たちはどのように思っているんでしょうかでは、コメントを読んでみます。はぁ、あ。 あれほど国民たちが日本の水産物は大嫌いだと大騒ぎをしているのに、それでも輸入をしている理由が産地を騙して不当な利益を得るためだったんだとチェッ一番問題は放射能って目に見えないっていうことだよね。簡単に目で確認できたら日本は一言も言えなかったはずなのに。チェッ毎月100人が日本に行っているくせに、なんだと放射能 マジで笑っちゃうよね。<laughs> <laughs> 私は福島県のすぐ下にある茨城県に住んでいるものですが、14年間日本の食べ物を食べているんですけれども、今も健康で毎日楽しくここで住んでいるんです。ですから食べたかったら食べたらいいし、少し不安に思っている方々は、 まあ、和食って他にも美味しいものがたくさんあるので、お好きなものを選んで食べたらいいと思います。日本側ではそう言うだろ食べたくなかったら食べるなよと。こんなに単純に反応すると思うんだけど、そう簡単な問題じゃないだろ飲食店では日本産であれ、福島産であれ、 安かったら使うはずだし、それをいちいちお客さんが確認して食べること自体が、世界的に迷惑なんだよそしてあんた、日本でちょっと住んだ経験があるからといって、あんなに日本人みたいに喋るなよ気持ち悪いんだようん。海外から来る放射能よりも、我が国の嘘が100倍も危ないと私は思っているんだけどな。常識的に考えて、 放射能に汚染されたかもしれない J 水産物なんかは食べたくないのが当然な常識だろあんなのを堂々と売っている日本人たちってマジで非常識的だよね。<laughs> いや、常識的に考えて。日本人も日本の水産物食べるよけど何の問題もないじゃん。みんな常識常識言っているから、ここで私の常識を言うと 日本国内で販売する魚と、海外に輸出する魚と、どうせ同じだろまさか魚一匹ずつ、高い放射能の機械で検査をして、放射能がなかったら国内販売、放射能が出たら海外販売これってできねえだろお願いだから、ちょっと常識的に考えなさいよ。なんで私たちが被害にならないといけないわけそもそも日本が起こした問題だろ日本が解決しろ ああ、解決しろと言って解決しようとしたら文句言うし、謝罪しろと言って謝罪したらまた文句言うし、次の段階は何もし日本産魚食べて下痢でもしたら、賠償しろと日本の大使館の前でどうぞでも立てるつもりもう嫌だわ。 放射能の水を捨てたのは日本なのに、なんで魚たちまで被害にならないといけないわけかしらもう、魚がかわいそうだわ。いや、日本の魚の値段が下がったら、安く食べれるからいいんじゃないんですかわあ、産地をごまかしてもあの堂々としてる姿を見たら、私があんな悪徳商人と同じ国民っていうこと自体が恥ずかしいですよ。 産地をごまかして儲かろうとしているこんな国。この国以外にも他にもありますでしょうかありません。え食べたくないのが当然だろ日本の魚は放射能。ありません。放射能の魚を売る日本の国民性なんて、本当に理解できないよねオタクとは、うちの国とは国民の民度のレベルが違うんです。ん<ー> この海は日本のゴミ箱じゃない !2019 年4月、福島産の水産物を輸入禁止する措置は不当だと、日本政府が WTO に提訴して勝ちました。国際法を守った方がどうでしょうかもう嫌だわ。福島の海の水がそんなに安全だったら、日本人が頑張って飲んだらどうかしらお前は海の水も飲むのか 情けないんだな。以前日本の海洋放出は安全だと言った韓国の専門家。彼は安全でしょうかとっても心配ですね。海洋放出を阻止するため、我が国民が毎週日本の大使館の前でデモをやっているんだとあんなデモをやっているのは30人程度なのに、我が国民という表現を使っていいのかな 日本の旅行行ってきた人と結婚するのは、本当に危いないから気をつけた方がいいんだぞ。だって子供まで大変になってしまうんだよ。日本のせいにすることないんですよ。日本の水産物に対して不安に思っていることを、若手でもそれをごまかして売った商人たちが悪いんですよ。<laughs> 日本は自国民にはひどいことはしなかった。しかし、我が国民には全てのものを奪った。日本はそういう国だ。放射能の魚は韓国と中国に輸出するはずだ。結局、歴史は繰り返されることだ。意外妄想の症状。自分が他人から迫害を受けていると思う症状。これは精神病の一つで、薬で治療が可能だ。しかし、なかなか治らない。 はい。皆さん、いかがでしたか私、個人的にはですね、日本に対してあまりよろしくない考えを持っている人たちが言った、海は日本のゴミ箱じゃないと言ったことに対しても、同意します。 しかし、だからこそ、日本政府が海洋放出を決めるとき、日本はもちろん、周りの国家を含め、このたった一つしかない海に及ぶ影響まで考えて、十分に検討した上で決めたことだと思います。そしてですね、実は昔、この海洋放出に似ている事件があったんですけれども、皆さんはもし、恐怖病って聞いたことありますか 2008年韓国ではですね、アメリカから輸入した牛肉を食べたら、脳に穴ができて死ぬ恐怖病にかかるはずだと、数十万人がろうそくデモをしたことがありました。 しかし、それから10年が経って、ここみたちが分かった事実は、今まで恐怖病にかかって、脳に穴ができちゃって死んだ人は、一人もいないということです。ただ、まるでこの都市階段みたいな恐怖病階段を、この人、そしてこの人が、所属されている野党の政治家たちが、政治的な道具として使っただけでした。 この恐怖病の階段がまた話題になっている理由はですね、日本の海洋放出とあまりにも似ているからです。恐怖病の事件の時もそうだったし、今回の海洋放出に関しても、日本が今韓国にすごく悪いことをしようとしている。 だからそれを阻止しないといけないんだと。自分たちが政治的に有利な立場になるため、こみを煽っているだけじゃないんでしょうか以前恐怖病の事件の時騙されたら、今はもう本当に気づいてほしいです。 本当に深刻な問題は、アメリカの牛肉も、日本の魚でもなく、自分たちの利益のため産地を誤魔化している商人たちと、政治的な利益のため、国民を騙しているこの人たちだということを、本当に気づいてほしいですね。はい。今日もご視聴、本当にありがとうございました。今日の動画が良かったら高評価と、 チャンネル登録を、そしてこのベルを押してアラーム設定までしてくださったら、私が動画をアップロードするたびに皆さんに通知が行くので、このアラーム設定ボタンもぜひよろしくお願いします。またメンバーシップは私に励みになりますので、よろしければメンバーシップも一度考えていただいたらありがたいです。はい。では次回の動画もよろしくお願いいたします。あっぴょん。 POOP! <laughs>